あ、コーヒー作る。はい、コーヒーいきます。これすごいんですよ。何がすごいの？ここ入れたら、うん、はい、表示出ます。押すだけで。押すだけ。え、何がすごい？今豆引いてんの？そうです、ここから。お、こう、そうなんや、知らんかった、知ってたようで知らんかった。マジで？これ何？音楽かかれんの？タタタタタン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 タタタタンタン、パーキングタタタタタン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 タタタタン。あれ、よくなりました。これは自動で全部認識してやってくれるから。あ、そうなんや。押し間違いがないんです。あ、押し間違いないんや。へえ、いいな。これ美味しいんやろ、このセブのコーヒー。自分は、はい、好きです。なんか好きなんやな。はい。あれ、いつもの踊りせんの？タタタタタン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 。あの、パーキング。パーキング。よく飲んでます。あれな。あれ、マルシアの歌やろ？ほぼ毎日飲んでます。マルシアの歌。マルシア。マルシアの。マルシアの歌？知らん。それか、大鶴ギタンか。はい、出来上がりました。ありがとうございます。佐藤は？入れないです。はい。ブラック？ブラッキングで。ブラッキングで。はい、ブラッキングです。はい、出来上がり。ここ妥協するとね、こぼれる。イライラするわ。なんかね。はい。閉まってないやん。大丈夫？なんで？素のし。閉まらない。はい。はい、できました。はい。じゃあ今から駐車場帰ります。あと。これシネマモードやから、須野さん以外ボケてんねん。あ、すごい。そう。周りに配慮したやつ、ね。そう、シネマモード。そのセブンのコーヒーって美味しい？これ美味しいです。そんなん美味しい？私は好きです。渡すわ。でも早めに飲まないとこの氷。ちょっと見て、やばいって時間給。1470円やで。すごい見て。深夜1775円。やばいって。これじゃあですね。いざとなったらこれで働ける。ですね。コンビニありですね。ありですね。はい。見てください、めっちゃ仲良い。ですね。あれやな。チャーミーグリーンを使うと手をつなぎたくなる。デジャブでカバンやけどな。いいですね、仲良し。いいよ、やる、はい、やれへん。コーヒー飲んでよ。あ、ストローは？ストロー、これ。あ、その飲み口から、はい、へぇ、うん、おいしい。おいしいです。今日は角さん、あれ、ヨドバシカメラに、はい、GoPro 買いに行ってんな。はい。あの店員さんめっちゃカメラ詳しかったやろ。めっちゃ詳しい。あれただのマニアやで、あれ。いやでも、ああいう人がいると。あ、ほんまに。はい、もういろいろほんま、うん、な。自分みたいのは本当に。ほんまに助かる。いろいろ教えてくれて。買っちゃいますね。ね。俺もいろいろ教えてもらって買いました。角さん自転車好きやねんな。はい、好きです。な。すごい、ここもでもあります。ここもまあまあある。あ、でもないか。おしゃれなチャリンコ。あ、そうそうそう。よっしゃ、じゃあ駐車場到着です。あ、ここです。ここです。ありがとうございます。はい、はい、今日はこのガード下の駐車場に止めました。じゃあ何番ですか、僕の。4番、はい、了解です。はい。4番。確認。600円。安い。あ、俺出します。いいよ、俺出そう。いいよ、俺出そう。そんな。俺出そう。すまない。いいですね。連れてってもらって。はい。ほんまに4番やった？これ4番じゃなかったら悲惨なこと。あ、本当だ。すごい、中井さんにしか。後ろはボケだよ。あ、これだってもうその機械もボケてますもん。そうやろ。うん。だってもうこのレシートもボケてるからな。ボケてる。色は出てない。あ、レシートがね。オッケーです。はい。じゃあ角さん、運転お願いします。ありがとうございます。はい。カメラいただきます。はい。はい。あれ、まあ、そっか、これで。あ、です。失礼します。よいしょ。あ、中井さん、ね。あ、俺がやるのか。はい。多分エンジンはかかると思います。
っと待ってください。どれ？あ、消えた。一応、はい、これあのルークス、はい、イージーゴーついてるんですよ。これボタンプッと押してもらったら、このホールドが光ったらブレーキ離しても動かないです。で、アクセル踏めば、はい、もう解除されます。え、これはタフトにないんですか？ついてるんですね。でも使ったがよくわかんないから使ってないです。チェ。何気に。こうタフトと比べてエンジンの静かさとかどうですか？静寂性。エンジンは。静かだし、ここでギアチェン、うん、低速、はい、2500ぐらいで変わるじゃないですか。ああ、はい、タフト変わんないです。ちょっと引っ張るの。ああ、引っ張る。逆にギア比が高い。あ、ギア比が、はい、あれじゃん、四駆仕様やからじゃん。何度も言いますけど、四駆じゃない。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 なんか昔、あれ何やったトヨタのクルーガー、日産やったかな、クルーガーっていう車あるの。はい、クルーガーありました。四駆みたいな車。はいはいはい、で、うわぁ、これ四駆めっちゃいいじゃないですかって言ったら、いや、四駆じゃないんですって。ややこしい車乗ってるなぁ、言うて。いう話を。あれは結構短命でしたよね。あ、短命やったんですか、あれは。そんなことないのかな、なんか短命だって言う。短命やった。はい、ですね。はい。やっぱり、そう、中途半端。中途半端。はい。角氏ルークス運転してます。いい今日はあれですね、ヨドバシ行って、はい、ヨドバシ行って楽しかったですね。楽しかったです、はいね、ありがとうございます。いい誘っていただいてです。です、はい、ただいま角さんが日産ルークスのプロパイロットを体験しております。はい、はい、ただいまプロパイロット、で運転中です。ただいま、まあちょっとアクセルやブレーキに多少足は乗せてますけど、はい、全然踏んでないんですね。踏んでないです。踏んでなくて、あ、あか、止まるかな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 、よよ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 。おぉ、これは、ちょっと、急ブレーキ風になっちゃって、ね。プロパイロットで止まりました。今のプロパイロットで止まったんですか？止まりました。自動で。はい。あ、全く足かけて。ああ、全く。どうですか？ちょっと今、急ブレーキ気味になりました。あ、気味になりましたね。なんかピピってなる。あの、やっぱり信号が急に変わって前が急に止まったから。あれ、前いなかったらどうなんですか？信号。認識するんですか？え？そんな認識するわけないじゃないですか。じゃあそこは。行っちゃいますよ。不満。自分が一番前に止まるってなったら踏まなあかんけど、前に車がいてたら、まあまあ止まります。止まりましたね。はい。ね、やっぱ急ブレーキだけど急ブレーキじゃないですよね、今。まあまあ、あんな感じだったら全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。はい。これはダイハツタフトにはない装備ですか？ないですね。実際乗ってみてどうですか？いいです。いいです。広い。あ、虫がいる。あ、虫、殺してください。あら。あら。雨降ってきたな。ちょうどええ塩梅やったな、俺ら一旦。あと、ここらね、クラスター、クラスマ、クラズ、プラズマクラスター。これ、空気清浄機ついてます。あと、ここに GoPro つけてます。あ、これは空気清浄機専用ですか？そうです。GoPro ね、アクセルをちょんって踏んでもらったら、加速始まります。どうですか？あれしな。これでも、タクシーの方でいいです。あ、今踏んでるんですか？ちょっと今踏みました。ちょっと。あれなんか消えてません？踏んだから、これセット。あ、セットか。ああ、なるほど。で、速度は上で。はい。メーターのとこ合わせてもらったら。だって85キロちょっとちょっとちょっと。60ぐらいでいいでしょう。50でいいです、ね。はい、50です。はい。今、はい。今速度が上がった。すごいびっくりした。50で。オートクルーズ走行ですね、今。はい、そうです。はい、今バスに追従していまーす。はい、どうですか？怖さはどう？いや、慣れてないから怖いです。あ、まだ怖い？怖いです。ああ、そう。一応ね、赤信号を最前列でなかったら、ちゃんと車の後ろで自動ブレーキで止まります。はい。はい、今、まだ踏んでないですか？全く。いい感じに止まってますね。ちょっと今、体が硬直してる。あ、本当に。いい感じに、この、徐々に止まる感じ。すごい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 。止まりましたね。はい、これがもう最新の日産のプロパイロットシステムです。すごい。どうです？乗り換えたくなっちゃいました。いや、いいです。これ高速道路やったら、はい、まあジャンクション以外はまあまあ走れます。ただちょっとやっぱり車線のなんか右寄りとか、あとカーブとかやったら、ちょっとコーナーの外側に触れてしまうんです。遠心力で。なるほど。はい。でも、プロパイロット走行したら、台風の日とか流されても、まあ、車線から出えへんように頑張ってくれるとは、パンフレットに書いてました。どうですか？すごい。今ならもう、
250万。やばい。ぐらいじゃないですか。200何十万ぐらいでした。250万じゃタフト2台買えちゃいます。え、そんなに買えるんですか。買えます。やばいですね。この辺の最新の技術がたっぷり詰まった、ね、日産ルークスです。ね、はい。でも、乗ってみたらやっぱりいいなぁ。あ、いいですね。なるでしょ、うん。これ、渋滞とかすごい楽ですよ。あ、ですね。はい、本当に。ちゃんと押せば動いて止まってくれる。ええ、本当に。もう、すごい車に乗ってる、みたいな目してますね。すごいのに乗ってる俺、みたいな。もうなんか、まだもう。はい。まあ、ちょっとほんと次止まるまで動画回します。はいはい、これちょんってやって、はい、ちょんってやったらもうあとはもうアクセル離してもらったらあのバスについていきます。ちょっともたつくね。そうですね、ちょっと車間が開けてから加速始まんね。若干もたつくけど加速いいですね。加速いいでしょう、はい、日産プール。え、聞いてる？聞いてます。日産プール。あ、横からちょっと近寄ってきたなと思って、そうそう寄ってきたなと俺も思って、はい、来ないよなと思って、はい、ただいま大阪雨が降ってきました。どこですか？んこれ南森町です。南森町、はい、これワイパーちゃんとこれで動かします。はい、はい、ちょっとしたガードとか高速下でもパッてライトがつくね、オート。はい、オート。タフトはオートのみなんですか？あ、オートのみですか。だから正直ね、はい、あまり好きじゃない。あ、そうなんですか、はい、なんでタフト買ったんですか？いや、なんでですかね、特に理由は。ああ、ね、なんとなくなんとなくです、はい、なんとなく買いました。はい、今南森町を通過して、東天満の方に向かってます。はい、あ、バスがどきますね。赤信号ですか？じゃあの黒色の車の後ろにピターッと止まるはずです。日産ルークスは。あ、もうブレーキ効いてるんですか？これ効いてます。あ、もう効いてますか。はい、ない、いい感じで止まりましたね。いい感じで止まりましたね。はい、はい、ということで日産ルークスを体感した、はい、体感した角さんでした。ありがとうございました。はい、いやまだ終われへんよ。あれ、はい、どうですか日産ルークス、次買い替えるなら日産ですか？そうですね、日産ルークス、日産ルークスぜひです。これはあ、こっちか、まっすぐです。疲れますね、ポチッとな。